日本三名城の一つといわれる熊本城は、安土桃山時代の武将加藤清正が4年の歳月をかけて築城しました。清正は熊本城の築城だけではなく、治水工事、また地元の産業開発を起こし、名君と呼ばれております。本年4月に起きました熊本地震は全国に大きなダメージを与えましたが、熊本城の一部損傷を見たとき、その堅牢な城の姿に清正公の魂が天守閣を守ったのではと感じました。熊本地方の復興を念じ、原右城作熊本城を辰巳銀城が吟じます。本悪を東に望み、西は南に下って you